アウトドアタイムドットチャンネルの中村です。今回は表丹沢にある菩提峠駐車場から表尾根を使って遠野岳に登っていきたいと思います。それではレッツトレッキング。始まりました。今回はね、表丹沢のね、表尾根を使って2の塔、3の塔、カラス山、行者ヶ岳、新大日などをね、通過してね、塔の岳を目指していきたいと思います。でね、今日なんですが、向かう途中でね、車中からね、塔の岳方面を見たらね、塔の岳のね、山頂にね、雲がね、かかっててね、山頂に着いた時にね、いい眺めがね、お送りすることができるかちょっと心配です。この登ってる間にね、雲がねどいてくれることをね願って行ってみたいと思います。いや残念ですね。今ですね、三の塔をね過ぎたとこなんですけど、見てください。いや、雲かぶっちゃってますね。雲がかかっちゃってね。その下の烏山はよく見えるんですけどね。いやー、これどうだろう。山頂行ってもこのままかな。まあそれでも楽しいと思います。いいですね。今ね、カラスオ山をね過ぎたところなんですけど、いやだいぶね見えてきました。新大日とかね、微妙にね見えてきてね、あともうちょいで山頂がね見えるんじゃないかってね、いや期待がね膨らんできます。これから山飯を食べていきたいと思います。まだね山頂には着いてないんですが、山頂手前にですね、私のね大好きな場所がねございましてね、それがここです。はい、何もないんですけど、ここ昔開作小屋っていう小屋がございまして、開作さんって方が作ったね小屋が前はあったんですけど、今はちょっとないんでね、ちょっと残念なんですけど、ここからね見えるね景色が最高なんですよ。見てください、今登ってきた山の塔だったりね、すごいよく見えて、奥には大山がね走って見えてね、ここでね山飯を食べて最後ね急登頑張って登っていきたいと思います。
はい、今ねご飯食べ終わったところなんですけど、見てください、とうとう見えました、遠野岳、雲が抜けましたね。いや、やったね。いや、このまんまね、雲がね、ね、ない状態でね、いてくれればね、山頂でね、いい眺めが見れると思います。それでは、行ってきます。いやまた雲かかってきちゃいましたね。あの木の股小屋あたりぐらいからね、霧が濃くなっちゃって、これ絶対に山頂雲かかってるやつですけどいやいや、それでもねすごい楽しいです。久しぶりにねこの道使ってるんでね、いやね、何回通ってもワクワクしますね。今回は表尾根を使って遠野岳に登ってきました。山頂手前で食べた山飯うどん、最高に美味しかったです。また遠野岳の山頂についてね、すっごい眺めが良かったです。最初ね、すごい雲がかかってたんですけどね、雲が抜けてくれてすっごく眺めが良かったです。今回も動画を見ていただきありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバイ。